午後はあの68号でとりあえず金属のアルミ接着してみたわけ、うん、でほら社長壊し方知ってるんだって威張ってたじゃん、うんうん、だから素直に叩いてもらいたいわけ、うん、とりあえず自分で使う68号の金属これがほら売ってる5520よ、うん、これいつもほら叩いてもらってるじゃんこれの強度わかるでしょこれわかる大体、うん、だから681号はさそれ金属にも接着するんだよ681号。ああもちろんスキーの練習やってて驚いたんだもん。いいね、やっててください。もう一回どうぞ。強いんだよ。弱くないでしょ。強いでしょ。さすがにここに高値入ろうっていう勇気ではならないよね。いやそういうさ普通に試してみてよ。硬えよこれ。それが使ってる681号だから それやるとカネライト使うもったいねって気分になるわけよ。えもったいなくねえよ。いやいやこれ681号、うん、クール F 仕様って書いてある。いやいやそれで金属接着って書いてあるでしょ。おそれ681号に。あとさスキーの例のオリンピック出る選手たち、うん、それ叩いたわけよ。類似品、うん、今度出そうと思ってんだけど6月、うん、だからさ釘打つみてに叩くわけよ、うん、681号のその高純度品よ、うんうん、だから多分ねそれいけると思って作ったわけ、うん、そしたら今社長叩いたように悪くないでしょ。悪くない、うん、で例の瞬間接着剤3回持たないから叩いて、うん、全然違うんだもん。5520が強くない。いや、あ、5520が強いと思う。いいよ、叩いて壊しても5520。でも5520叩いて壊してもいいよ。強さは5520の方が強いのよ。やっぱ叩くと絶対。でもどっちが強いって言われてクロスがつかないぐらい強いんだよ両方とも。ここのさ、うん、叩いた時にこのアルミが入り具合よね。そんなん分かる。分かる。へえ。型が入らんじゃん。ああ本当だ本当だ。だって中が強いんやけんさ。うん。520でしょ、うん。強いのよ。これで入れてることは。うん。でも接地面がものすごく強いじゃん。ああそう。あ両方とも強いんじゃん。強いでしょ。強い。そんだけ強ければ。接着剤としたらOK するでしょ。やっぱしいい、ね、悪くないでしょ。悪くないっていうか心配ないでしょ、うん、これにそう、あかんないでしょ。金属片入れればすごいもんなるね。あ、なるよ。見て、タルク、はい、ついたよ。だね、タルクの一番いけない点は温度の上がり下がりの時にタルクの場合は弱いの。あで熱吸収しないから熱いままになっちゃう。だけどこのアルミを入れると熱吸収するんだよ。だから多分ね同じ温度ねお湯の中に入れてグラグラ煮て手で触るでしょ。そうするとタルク入れた時は温度の上がり下がりがマイルドに急激に下がるんだ。だけど金属分アルミ特に入れると温度の下がり方がガーッと下がる。で、そういうヒートサイクルに強いのよ。でも681号はそれだけじゃないよ。元の材料が強いのよ。あ、そうですよね。うん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 。それ腹いっぱい15年ぐらいやったから。所詮試験もの前の。いいよね681号ね。いい。あれでしょ、デザインだけがいいっつうだけじゃないでしょ。物もいいでしょ。物もいいね。ただデザインもいいでしょ。そのこの白と黒のはさカーボンの意味してるからさ、うん、で68はほらブルーでしょ。で1号は赤だから、うん、
勝てるね、でも68一番、うん、いいでしょ。サンドイッチすりゃもう間違いないやん。そうそう、ね、サンドイッチすりゃね、カメラでサンドイッチすりゃ間違いねえよ。んもうこれが最終的なおーね、かっこいいだろ。えありがとうございます。缶にこの前のやつね、これスーパーポリクロス、そう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 、中地区あるの、これが6815で、うん、なんだっけ、発泡スチロール曲げたやつじゃん、うん、それは見せたわけよ、うん、その発泡どこにある、あこれ、あこれだ、あこれは違う、これはあれだ、FRP も試してしたんだ、はい、で FRP で大丈夫かどうかも試ししたんだよ、6815これ大丈夫で、これハイだ、発泡し兼ねられてから、うん、でこれガラスクロスに入れたん、うん、あれじゃなくてスーパーポリクロスじゃなくて、はい、でどうよこれ、硬いね、硬いもあるけど、うん、しなるね、折れないでしょ、それは FRP だから、ガラスクロス、この ここのところのね、この白いやつ、そこのところに誰かさんがほら、うん、巻いてあるやつ、あで、あここのところほら、書いたところ、目が合ってるでしょ、うん、このギザギザ、うん、この通り、兼ねないと溶けない、うん、で、FRP にしても大丈夫、ワンプラだよ、これワンプラだよ、これ、うん、で、もちろん割れないでしょ、ガラスにしたら割れるかなと思ったら、まあ当たり前だよね、68でこのガラスクロスでさ、これが68でしょ、はい、野球に一番最初の頃、はいはい、これで割れないわけだもんね、パンチングボードで、パンチングボードだから構造物になるじゃないですか、なるね、うん、でこれ社長ほらよく遊び行くところのなんだっけ、新潟の橋の橋梁の工事でやった、うん、材料よ、 FRP のこれはどんぐり、あ6815とは違うけどどんぐり系、うん、これ社長が多分走ってる橋桁の下の、うん、なんでかっていうと国の橋なんかは国の所有物なんだって、うん、だから溶接とかいじることできないんだって、だからもうこっちで欲しいんだよ、そうだけど昭和30何年代だとみんな腐るわけよ橋もですよね、そうそれで68とかさ、うん、でこれあれ入れてないやつでしょ、何、うん、だっけ、金属入れれば例のごとくなっちゃうわけだからさ、あこれだからステンレスでしょ、入れるか入れないか、ね、やっぱねステンレスよ、うん、だからアルミ入れるかステンレス入れるかでずいぶん変わってくるじゃん、でほら社長に叩いてもらった FRP でしょ、はい、だからこれ持ちちゃうわけよ、いやいいね、いやだからこの6815また今年の6月言った通りで夏前にまた試験ぶったたいて剥離できる段階どのくらいか試しもしてみます、力任せに。分かりました、とりあえず金属のアルミ接着してみたわけ、うん、でほら社長壊し方知ってるんだって威張ってたじゃん、うんうん、だから素直に叩いてもらいたいわけ、うん、とりあえず自分で使う6815の金属、これがほら売ってる5520よ、うん、これいつもほら叩いてもらってるじゃん、うん、これの強度わかるでしょ、これわかる、大体、うん、うん、だから6815はさ、それ金属にも接着するんだよ、6815？ ああもちろん、スキーの連中やってて驚いたんだもん、いいどうぞやっててください、思いっきりどうぞ、強いんだよ、弱くないでしょ、強いでしょ、さすがにここに高値入ろうっていう勇気にはならないけどねいやそういうさ普通に試したから、